宝塚どうだったちなみに俺イクイノックスな買わねえけどな結果教えてスタートしましたー後ろ目ちょっと待って見るか後ろ目からの展開珍しくないホントにこんなこと言っちゃ悪いけど マジで、イクイノックス買ったら悲しい。買っとけばよかったなっちゃう。こんなに硬いと思って、俺も絶対イクイノックスだなって思ってんのに負けたらもう二度とやらん。どうどうどうくそ 二度とやらん競馬なんて。何倍ついた単一1.3倍か。じゃ、100万かけそして30万。じゃあ、なんかちょっといい、あの、高級クラブかなんかで飲んだってことにしよう。うわあ楽しかった昨日で、亡くなったってことにしよう。オッケー全然い、全然痛くもかゆくもねえし。で、30万払って、今トントン。うん。行ってきたってことにしよう。ちょっと高くついたな。 俺も当たったってことにしよう。勝 <laughs> てたら本当にいけたのにな <laughs>。本当と行ったっつってんだろ。なんで俺のプライベート知ってんだ行ったんだよ。俺は。で、30万ジャストだった。で100万かけて、130万返ってきて、その金パーッと使った。俺は。行ったんだよ。しかもなんなら税金もかかってないから、じゃあプラスだわ。 よかった、かけなくて。いや、強すぎるな、それ。もう、なんだよ、もう、じゃあ、絶対、で、外っと帰って、俺がかけ始めたら負けんでしょ、どうせ。マジでやめよう、もう、競馬やめよう、みんなで。くだらねえじゃん。<laughs> 現実見ろよ。お前が飲んでるの、水やし、お前の話やりたい、ゴミや。 え、俺まさかさ、水飲みながらさ、高級クラブで酒飲んで美人と喋ってるんじゃなくて、家の狭い三畳の部屋で水飲みな、がらゴミと喋ってって30万失ったってこと嘘だろそんなわけねえだろなくなったんだよ、確かに30万。<laughs> うんこちゃん、俺らってほんとゴミだよ。じちゃん、お前らってほんとゴミだよ。それはお前の俺のこと知らない。俺ちゃんと、 あれだよ。配信始めた瞬間からお前らマジでゴミだよなって言ってたよ。記憶改ざんすんな。一緒にすんじゃねえよ。貴族意識持つな、俺に。荒らしに行くときは一人で荒らしに行け。仲間だと思うな。